久保さん、今回あなたが選ばれる仕組みとかにしましょうか。まあね、これもね、嬉しい報告をいただきまして、まあさっきちょっと動画撮ってたんですけども、まあ僕の熟成さんでね、あのー、その、まあ売り上げ出ましたみたいな。でもね、チャンネル登録ね、6とか、何の、なんか10とか8ぐらいなんですよ。で、あの、ナンパ系とビジネス系と健康系3つやってるんですけど、お給料やってんなみたいな。 で、僕があの昔アドバイスしたのが、ナンパいいからナンパに一つに絞ればいいんじゃないですかっていう風に言ったんですけど、まあ、あのビジネスせっかく勉強してるからビジネスもちょっと発信したりとか、まあ、健康もちょっとやったりとかなんかやってるらしいんですけど、まあ、全部結果出てるみたいな、ね、結果出ましたみたいな。で、まあ、そなんで結果出たのかっていうと、まあまあ、その報告でもあったんですけども、まあ、僕の教えですよね。 一人一人にしっかりと丁寧にこうギブして、あの個別動画撮ったりとかやった結果、その感謝されたりとかね、あのー、されて、まあコンサルが売れましたみたいな話だったんですけど、なんすかね、まあ僕がいくら言っても届かない人は久保さんが届けたりできるわけじゃないですか。 ね。まあ、僕のチャンネル、まあ僕の YouTube を見てる人の年齢層で言うならば、もう圧倒的に多いのが30代ですね。30代、40代がこれはもう圧倒的に多いです。ただ久保さんのね、僕はアナリティクス見てないんでわかんないですけど、聞いた話だと、まあ50、60が多いと。まあそりゃそうですよね。今、僕が40歳ですけど、子供の絵本を見ないですから。でも子供を対象にすれば、子供の絵、なんだ、その受け取る情報って変わっていくので、 だからそのなんか60だったら6同じ年代の人から話聞きたいっていうのはあるじゃないですかであとはその、まあ、ちゃんとその自分を見てくれる人ですよねうんやっぱそのうーん数が少ないなら少ないなりにできることっていうのはたくさんあってそれが目の前の人とちょっと時間を濃くするってことですねでもこれがねああの久保さんとかもそうだと思うんですけどライブやってる時ね コメント読み上げますと。まあ、その YouTube のライブの話もな、ライブのなんか話も出てましたけど、その吸い上げられる理由って、コメントがね、いっぱいその発信してて、あの、あ、じゃ影響力があってね、もうチャンネル登録何百万人とかいて、ライブしたら、もう秒でブワーってコメントが流れてたら追えないですよ。でもそれ一人一人拾えるのって、人数が少ないから一人一人あの拾えるんですよね。だから人数が少ないなら少ないなりに、いろんなメリットを出せるんですよ。 うん、だから僕はその、そこのメリットを強みに変え、強みに変えてるというか、まあそのメリットがあるんだけど、そのメリットを使わないんだったら選ばれないし、でもそのメリットを、なんですかね、あの、活かしてるんだったら、あの、勝てるし、例えば、オーダースーツとかもそうじゃないですか、大手のね、あスーツ、青山とか、青木とかあるじゃないですか、安いじゃないですか、でもオーダースーツ、それの何倍しますって話で、数はこ,こなせないですよね、オーダーだから。ね。 あのその中国で生産してブワーンみたいな感じで多分できないですよそもそもオーダーで日本製でっていうでそのなんだあの価格も高いで時間もかかるだけども売れてるお店オーダースーツでめちゃめちゃ売ってるお店あると思うんですけどもでも人数いないですよ逆に言うと人数さばけないですからねうんだけど売上上が,上がってるっていうね それは一人一人しっかりと寸法を削って、お客様、こ,こ,これどうですかと記事もね、念入りに時間をかけるわけですよ。こ,この記事どうですかと。こうでこうでこうでとかね。で、それが1000人だったらできないですよ。一人1000人にそんな対応時間できないじゃないですか。一人に濃くできますよね。だからそういうビジネススキームもあれば、その数でいく。ユニクロとか、まあ、スーツで言うならば、青山、青木とかそういうとこですよね。 まあ、いろんなやり方がありますけども、僕が推奨するのは、まあ、あのこ、オーダースーツですね、単純に。お客さんのオーダーに対してオーダーしていくっていう。これがね、めちゃめちゃいいと思いますけどね。まあ、お客さんのニーズに対して、まあ、オーダーですね。お客さんがこういうの欲しいとかね。まあ、そのオーダーが来て、そのオーダーに対してオーダーするっていうね。<laughs> うん。だんは、まあ、あの、いろんなビジネスありますけども、再現性があるのは僕は、あの、オーダースーツかなと思いますね。 ユニクロと青山作れます難しいですよ。うん。まあ別にそこ目指すのは悪いことじゃないですけどね。全然いいと思うんですけども。ただ僕が推奨するのは、あの、オーダースーツの方ですね。うん、一人一人カスタマイズしてこうやっていくっていう。うん。<laughs> で、なぜならばやっぱ、その数取れる人って、まあ限界値があるんで。 100万人、1000万人。じゃあ、チャンネル登録1000万人ってどうすかね確率的に。チャンネル登録1000万人目指す。全然いいと思います。でも、確率的に言うとかなり低いと思うんですよ。目指すのはね。だけど、チャンネル登録10人だったら目指せませんどうすかいけますよ。チャンネル登録10人だったら。初心者の人でも頑張れば。全然だ。僕はそれを教えてますけどね。はい。どんなビジネスをするのかによって、ま、はあ、いろいろ変わってきますけども。 僕はオーダースーツ派ですね。いってらっしゃい。